皇帝たちの中国第3章、今日は6話目移りたいと思います。先生、やっとフビライハンの話題にお待たせしました。お待たせしました。最初第3章のタイトルがですね、元の世祖フビライハンでって今まで5話はこのタイトルの音でやってきたんですけど、一回もフビライ出てこないということですね。やっと皆さんやってまいりましたね、はい、申し訳ないです。ご了承ください。いや、やっと来ましたね。やっと来ましたね。フビライは5代目です。5代目モンゴル帝国か。そうですね。だから元朝は初代なのよ、うん、元朝としては初代だけど、モンゴルのチンギさんから数えたら5代目、5代目の藩ですね。でやっと元朝というのができるわけよ。できると。それで世祖ってあるでしょ。世祖、はい、祖っていうのがついてるでしょ、はい、祖先の祖が、はい、だから元朝をスタートさせたからもう一遍祖がついてる。なるほど。フビライがスタートだから元そう、普通だからチンギスは大祖だけどね。大祖だけど、もっぺん聖祖って言ってそうつけたのは、うん、なるほど、その元朝のスタートの人だからと。なるほど。フビライから元が始まると。そうなんです。いうことですね。いや、でもフビライもいろいろ特徴のある、特徴のある長い、はい、だって蒙古襲来は後で話すけど、はい、長生きしたし、長生き立派な、うん、これ奥さんシャブイハトも有名な人でね、可愛らしい奥さんだった。うん、丸顔でね、いいね。この絵は、うん、この絵はね、はい、台湾の故宮博物院にあって縦長なの、うん、あ、そうなんですね。軸なの、その切り取ってあるわけね。あ、なるほど。で特徴がすごくて、そうですよね、これすごいよねっていうのは、いろんなこと思うんですけど、いろんなこと思うんですけど、まず黒い人が、黒い人がいるんです。黒い人いるじゃん。この人はどこの人だろう。この人とかインドかな。この人とか、まあ黒人だよね。世界帝国だからね。うん、そうだったんでしょうけど。で、ヒョウを後ろに乗っけて、鷹狩りの図なんだけどね。これそう、ヒョウが乗ってるよね。ヒョウが馬に乗ってると。乗っかって追っかけるんだろうかね。どうやって鳴らしたんでしょうね。手名付けたってことはね、本当コスモポリタニズムというか、そうですね、いい時代ですよね。すごいですね。象もいたらしいんだ、やっぱりインドの方行ったのと連れてきたのかな。世界帝国だとそういうことできちゃうんですね、はい、それでフビライの時に今の北京を首都にして大都って言うんだけど、はい、大きな都って言うんだけども、はいはい、その本に書いてあったように、遊牧民になんで町が必要かって、ね、はい、それは何ですか。はい、それはね、はい、世界中の商人が来た時に本拠地がないと困る、倉庫がないと困る、倉庫ないと困る、その市場を開く場所決めてくれないと困る。あ、商売上は絶対必要ですね。ね、それはね、あの後々の結構最近のモンゴルでも、そのか、それか、そのつもりで行ったらいないっていうと、うん、違うところに追っかけていかなきゃいけなくて、そうそう、遊牧民だから行っちゃいますからね、こっちで困る、うん、だから町はあくまでも商業のセンターなの。なるほど。商業センター、経済中心なんですね。で、だから政治の中心じゃないの。政治は移動してる。政治は君主と一緒にテントで移動してるっていうか、家来と一緒に。で、遊牧民は基本的に町に住むの嫌いな。人がいっぱいいると汚い。ああ。もうそんなにそんな魅力を感じてないわけ。あ、で、その宮殿、カラコルムに宮殿はあったけども、はい、年に2回行って外国の施設やなんかをもてなして大盤振る舞いするためだけに使った。はあ、あとは全部移動。あとはその草原で大きなテント張って、それこそあの、うん、パビリオンというかサーカス小屋みたいな、ああいうのを張って、はい、1000人でも入るような、はい、大きなところで、でしかも草原が汚れてきたら違う綺麗なところへ移動すると。あ、だから家畜たちが食べて全部なくなっちゃったり、うん、家畜はねもう最初から遠いところで遊牧させてるわけよ。あ、でも人間いっぱいいるとさ、トイレもあるし、あ、汚れるじゃないですか。なるほど。それが嫌で、綺麗なところに移動するんですか。まあ、綺麗な草、綺麗な草木に移動するという発想がどうかわかんないですけど、まあ、そうだったんですね。そうなん。でも、うん、まあ、あの大都はだから世界の中心だから商売しなきゃいけなくて仕方がなくて、うん、そのまあ、あの作ったんだけど、作った割には、はい、冬の3ヶ月しか暮らしてないの。あ、じゃあこれ9ヶ月は草原を移動したんですか。それでこれがあの地図があって、大都から上都って夏の離宮があるわけですよ、はい、離宮まで年によってルートがいくつもあっ
って、その年の草原の状態によって、はい、今年はこのルートで行くみたいに決まっていて、あの途中で高狩りしながら、うん、それこそみんなでだーっと移動して、キャンプ張ってまた次行ってってやったわけ、うん、あプラ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 こぼしてたんですね、ずっと。だからその基本的に草原で暮らすというのが本当の暮らしで、うん、で町はまあたまたまで、譲渡っていうのは囲いの中に草があって、それこそ囲いの中にね、はい、動物がいっぱいいて、はい、サファリパークの中で住んでるみたいな、あなるほど、言ってみれば、なるほど、ちょっとダイトとは違うんです ね、ところがね、ダイトってこれが今の北京なんだけど、はい、そもそも今も北京に中南海と北海っていうの知ってます？中南海が高級幹部の住宅地なの、はい、それがこの球場の中の、うん、なで北の方の水、これ北海って言って、はい、レストラン歓楽街なの今でもね、あの北京の市民の憩いの場なのね、これ全部人工の湖なの。あ、そうなんですか。フビライが作らせた。ほう、あんまり住んでない割には大世界帝国だからすごいの作っちゃった、うん、そうですよ。それで家来というか、あの肝心たちはここに住んでて、自分たち遊牧民は移動していくわけ。それでね、一つ大変面白いのは、明の時代になってもここが首都なんだけど、はい、北の3分の1を放棄した。明の、ね、首都はね、はい、この南3分の1だけを城壁で囲い直したの。なぜか、はい、なぜですか。広すぎる。でね、この北の建徳門、安定門っていうのがね、ちょうどね、はい、鳥の巣のオリンピック球場とかのあの辺なのね、ものすごい北なの。それで、考古学発掘をしたら、はい、塀しかなくて建物跡がゼロだったの。どういうことだと思います？違う、元朝の宮殿、元朝の大都は、はい、北は北3分の1は何の建物もなくて、塀だけあったことが分かってるの。塀というか土塁が、じゃあやっぱり草食べる地帯だから。なんだと言ったら、はい、冬の3ヶ月に移動してきた遊牧民がここに入って、自分の与えられた区画にテントを張る。あ、テントを張る。そっか、家じゃダメですもんね。そっか、平原じゃないとテント建てられないですね、はい、あ、そのためだったんで。そのためだったらしくて、あんまり広すぎたんで、うん、しかも清朝の北京もこの南だけなの。ああ。へー、すっごく広い、ね、めちゃめちゃ大きかったんですね。そうね、もちろんだから後は発掘されてるのね。で、北の方にあまりにも広くて、だから絶対これ区画だけだったよねっていう。あ、え、そのフビライも、じゃあフビライは多分ここ入ったのよ、うん、あ、そう、いやいや、あの9ヶ月間の移動っていうのはフビライも出ていっちゃった。もちろんですと。だから政治の中心は草原にあるって言ったじゃん。これは留守宅なの。だから留守番の、なんていうの、家来がいるとこなの。だって世界帝国ですよね、もう東ユーラシア大陸。だから、いや、移動してる場所分かってるわけだから、家来から来いと。家来から来いと。で、あの施設も、はい、外国施設も来ればいいと。あ、来ればいいと。自分たちは今、なるほど、この辺で草原中って、草原中と。なるほど。いうことです。で、北京は留守 の官僚が、はい、駐屯してたわけですよ。ああ、大変だったでしょうね。だって今だってアメリカでニューヨークとワシントン離れて大変だとか、うん、日本だって京都を政治の中心にしたら東京と大変だとか言うじゃないですか。だから、じゃあせっかくだから、あのジャム地っていうのがあって、はい、その帝国全土にこの道が張り巡らされていて、はい、あ、道、はい、30キロごとに駅があって、それでそこにこのバイザーを持った人たちが走り回ってるわけよ。だからそれはもう君主のとこに、うん、到達するのとか、たやすいもんでしょ。たやすいもんですかね。もともと広い帝国をそうやって統治してるわけだから、あ、このね、一箇所で入れというわけじゃないわけでしょ、はい、で君主は自分の楽しみに動くわけです。だけど清朝だって夏の離宮に半分いたのよ、はい、熱火離宮っていうとこ、聖徳に。熱火聖徳っていうのは夏、北京暑いんで全部で北にいたのよ。あ、なるほどね。それで、うん、イギリス施設、マカートニーだっけとか、チベットとかモンゴルの人は全部そのパンリの長城の北の山の中で皇帝に謁見してる。ああ、そうか。夏と冬は違う。東栄地と華栄地って言うんだけど。ああ、なるほど。で、北京はただ夏のなかった冬の都。なるほど。
まあちょっと部下としては大変だなと私なんか思っちゃうんですけど、部下も遊牧民だからね基本。まあそっか、みんな遊牧民だから慣れてんですかね。それでその元朝の行政地図っていうのがこれ大事で、とっても大事で、はいはい、これが今の中国の商の起源、ね、なるほど。それまでの中国、はい、シナはもっと小さな県知事の県が中心で、県の周りが一つの行政単位で、全金を取る単位で、はいはい、ものすごく何百ってあったわけ、たくさん。でモンゴル人はとりあえず現地の税金を取る仕組みとか、現地の政治はそのまま現地人に やれと、うん、税金を起こせと、うん、それだけでいいと、うん、だから大官を置くわけ、徴税官を置くわけ、大官、はい、税金だけ集まればいいと、うん、外のちっちゃな細かい単位は面倒なんで、でかい単位にしようっていうんで省を作る。でも中書省っていうのが中心の省で、はいはい、中書省ですね、はい、これもともとは翻訳官の、はい、翻訳官、翻訳をする人たちのいる官庁が中書省なんで、はい、チンギス・ハンの時はもちろんだから役所もなくて、はい、チンギス・ハンの命令をいろんな言葉に翻訳書いて、はい、世界全土に命令するものだったのね。なるほど。その秘書官、秘書官たちだったのよ。なるほど。官僚みたいな感じですね。翻訳官たちの翻訳官役所だったのね。うーん、それが出世して偉くなって税金も扱うようになって中書省になるんだけども、はい、で中書省は大都にあっても、はいはい、地方には出張を置くから交渉っていうか行く省って言うんでしょ、はい、これは漢字では出張をするってことだから、はい、だから中書省の出張役所をいくつもに置いた、なるほど、十何本に置いたのかな、あ、四川、雲南とか湖口とか四川とか、これが今の中国の省になったわけ、はい、雲南省とか四川省とか、ものすごい大きな単位なのね。ですよね、一つが国レベルの、あ、そう、もちろんですけど、ですヨーロッパの国ぐらいあるわけ、ね、ですよね。でここからは税金が集まってくる。なるほど。モンゴル元朝としてはだけど、まあ、税金だけ集めれば、そうそう、あとは自由に現地で、現地でやる、受け負いだからね。それはもう各地でヨーロッパもそうで、はい、ロシアもそうで、うん、でロシアはその徴税官が出世してるモスクワ大公になるわけ。なんか聞いてるとモンゴル帝国巨大世界最大の帝国って言うけれど結構自由な感じですね、なんかね。あ、それから宗教も自由。あ、そっか、イスラム教徒、そうですもんね。そうですよ、ロシア正教も、はい、モンゴル帝国は宗教は日本と同じで、それこそ税金も出さんでいいと、自治組織でいいと、部族と同じと。ああ、なるほど。あ、だチベット仏教なんか、ね、そうですよ、チンギス一族の幸せを祈ればいいみたいなね、寛容なんですよ。結構だから、我関せず他人干渉しないみたいな、そう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 、自由に遊牧民族的な、はい、税金さえ集まればいい、税金さえ集めればという、なんか、はい、だから結構パクスモンゴリカっていうか東西貿易は発展するし、モンゴルに参加した人たちは結構豊かに暮らしてたと思う。まあそうじゃないとこんなね、コスモポリタニズムみたいなね、こんな黒人がいたいとかね、そうしないでしょうね。それからそのカラコルムまで行ったらお金が儲かるからって言って、うん、それで結局あのせっかくだからじゃ あ, あの銀を出そう、はい、あの変な銀の木あったでしょ、はいはい、あれは、パリのウィリアム親方がお金が儲かるからと言って、はい、雇われてモンゴルまでやってきて、はい、それで君主のためにそのそ、ねはい、お酒の出る木を細工で作りましたって、ものすごくたくさんお金をもらって帰りましたっていう、カラクロムでそれができましたよと、はい、そう、一つの口からは米酒が、一つからは、馬乳酒が、一つからはバラビン酒が出て、ここに集まって宴会する人は飲み放題だった。あ、という銀の金みたいな、そう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 、ものすごく面白い話なんですよ。で、世界中の人がモンゴル行ったら儲かるぞと言ってやってきたんで、東西貿易が盛んになって、まあ、マルコポールとか、ね、で大都、大都、マルコポールもイタリアから来たし、大都にはいろんな国の人の召喚というか。なんだろうな、大使館、大使館まで行かないのよね、公使館みたいなものを置いたって。かつでもそれぞれの国は結構独立的というか自由にやらせてあげてて、その世界帝国を維持したってことですよね。でも世界帝国と思ってたかどうかも問題だけど、その要するに東西を平和につないで貿易で儲けようと、うんうん、なるほど、それだけと、対してそれ以外は考えてないと。なるほど、非常になんかある意味シンプルな、だから国連主義みたいというか、うん、結構なグローバリゼーションだと思いません？そうですよね、特に選挙で選ぶっていう個別個別じゃない、ただしチンギスハンの血を引いてなきゃダメなのよね。
なるほど。でジンギスカンの血した人がどんどん増えたわけ、うん、ものすごく多くなったわけ。なんか最後に1万人ぐらいになったって、そりゃあ揉めるわなっていう。それは大変ですね。だから奥さんいっぱい来たでしょ、みんな子供産むでしょ、はい、そうするといとことかまたいとこがいっぱいできるでしょ、うん、それでしかもそこに秩序じゃなくて俺が俺が、なるほど、気が強い、あいつよりも俺の方が優秀だとかね、え奥さんでさえ馬に乗っちゃうぐらいですから、みんな本当に奥さんはもう人に貸し付けてお金儲けるし旦那にもね、旦那にも貸し付ける、ね、そうです、そうそうそう、だからやっぱりあの一つにまとまるのが難しくて、はい、結局は地方政権に分かれてしまって、はい、二度とチンギスハンみたいな人が出てこなくて、うん、でまあティムールとか時々は半分ぐらい回復とかね、ちょっとあの統一を目指す人も来たけども、うん、もうその後チンギスハンのモンゴル帝国報道になったことはなく今まで来ちゃった、うん、なるほど。でも今の中国やロシアはその影響を強く受けてる、うん、モンゴル帝国と何らかの関係を持って動いてると、うんうん、でそれまでの、遊牧政権が一度そこで全部ゴアサンになって、モンゴル帝国からあとはチンギスハン一族との結婚関係で自分のアイデンティティを訴えるっていうことなので、モンゴル帝国以前以後でその歴史の断絶があるわけです。なるほど。だからそのメルクマールであり、世界史という考えた時に、はい、モンゴル帝国は外せない。なるほどね。順番ですね。いやー面白い。ちょっと非常に深い話になりましたけども、はい、まあモンゴル帝国の成功と崩壊の種もね少し見えたと思いますけれども、じゃあそのまた中身の話は次回にお聞きしたいと思います。今日はここまでで終わりとしたいと思います。ありがとうございました。